マイナンバーが義務付けられる32の国家資格、32の国家資格については、マイナンバーとの連携が義務付けられるが、拒否できるんですか、これは。平井、国務大臣。今回の改正法案においては、看護師、保育士、社会保障分野の32の国家資格の登録等に関する事務について、マイナンバーの利用や情報連携等を可能にすることにより、添付書類の省略等による登録等の手続きの簡素化、行政機関等における登録等の処理の効率化、登録情報の正確性の確保最新化、マイナポータルを活用した資格証明などを実現することを考えているものであります。で、このようにマイナンバーの利用や情報連携等による効果は国民におけるメリットに加え、行政運営の効率化や登録情報の正確性の確保最新化といったメリットもあります。個々の国民がその利用等を拒否できる制度としてはおらず、マイナンバー法に規定する行政機関等が対象とする事務においてその利用等を行うことができる制度となっています。福島瑞穂さん、はい、個人情報をどう取り扱うかは個人の権利です。勝手に管理し、勝手に変更する、これは大問題ではないですか。義務付けるべきではないと考えます。平井国務大臣。この本人がマイナンバーを提出しない場合でもですね、行政機関は住基ネットから本人のマイナンバーを確認することはできるが、この場合には行政の効率性が阻害されることから、確実にマイナンバーが記載されるよう、関係省庁と協力していきたいと考えていて、委員の問題意識というのは、そのマイナンバーを振ることが問題だということなんでしょうか。私、ちょっとそこのところが理解ができないんですが、もう一度説明していただければと思います。はい、福島瑞穂さん。これを見ていただくように、国家資格に関して、国家資格等管理システムを作り、この国家資格を受けた人間は、この中に入らない限り、要するに拒否できないということですよね、それが問題ではないかということです。はい、平井大臣。国家資格の管理の問題と、その資格を剥奪しないという問題は関係ありません。ですから、この国家資格の管理というのは、今どのような形で管理しているかというと、紙であったり、エクセルであったり、それぞれの資格によって管理しているんです。それをさらに適切に管理するためにデジタル化をするということであって、資格に絶対に必要かということではありません。福島瑞穂さん。だから問題だと考えています。国家資格に通った人間は、このデジタルシステムからを拒否できないということでよろしいですね。平井国務大臣。デジタルシステムから拒否できないという意味がよくわからないんですが、今、紙とか、そのエクセルで管理している方が、情報の管理としては相当に私は問題があると思っています。紙だったら誰が見たかわからない、コピーされてもわからない、電子化することによって、そのデータというのは誰がアクセスして、そしてどのように取り扱われたというログが全部残るようになります。その意味で、今までよりはるかに透明性も上がると考えています。福島瑞穂さん。極めて問題です。これは戸籍住民票と連動するんですよね。はい、平井国務大臣。その方の国家資格をちゃんと本人と紐付けるというのは、その資格を与える国としてもやっぱり必要なことだと考えています。で、このしかし、これから逃れられないんですよ、平井大臣、戸籍住民票と連動するということでよろしいですね、どういう仕組みになるか説明してください。はい、平井大臣。戸籍のそのデジタル化はこれからの話ですが、住基とは連動するのは当然だと思っています。福島瑞穂さん。マイナンバー制度を導入するときに、
これは個人の選択だと、そして個人の情報コントロール権、これ憲法上の権利です。でも国家資格取ったらこの中に組み込まれる、そして戸籍住民票と連動する、レクの時には戸籍住民票と連動するというふうにも聞きました。これが問題で、どんどん連結していくというところに、本人の意思に関係なくこの仕組みが作られるということを問題にしています。ここに書いてあるように、32、お医者さんから始まって、税理士さん、社会保険労務士などなんですが、ここに上記の32資格以外の国家資格、約300資格程度を想定としています、その通りですね。はい、平井国務大臣。現在は税社会保障に関する32の国家資格を対象に検討を進めていて、令和6年度の運用を目指しています。でその他の国家資格の拡大については、これから32の資格の進捗を見つつ関係府省と協議していくんですけれども、相当要望もありますので、またどのような順番で取り組んでいくかということは今後の検討になるというふうに思います。はい、福島みずほさん。はい、少なくともこれ、政府ので300、もっともっと拡大していくと思います。平井大臣、ちょっと中身の説明がよく分からなくて、この国家資格と管理システムについて説明してください。平井国務大臣。これですよね。いや、これはこの図の通りでありまして、要するに国家資格管理等連携システムというのは、今各省がバラバラ、そのぞれの資格によって縦に全部管理しているものを全部デジタル化にして、横でもつながるようにしたいと。お一人でいくつかの資格を持っている方もいらっしゃいますし、本人の利便性を考えてもそれは必要なことだと思います。しかし、あくまでもそれぞれの資格に関するデータベースはそれぞれのデータベースです。そのことは変わりません。ですから、分離はしているんですけれども、そのクラウド上でそれをまとめて管理することによって、安全性とコストを下げていきたいと、そういうものであります。福島みずほさん。他の情報と連携するのは、さっき大臣は住民票と言いましたが、他にもありますか。戸籍も連動しますね。他のもありますか。これから拡大する可能性ありますか。平井国務大臣。データ連携を今考えているのは、当然 JLIS の住基システムと、もう法務省の戸籍システム、これもまだこれからですけれども、まだシステムになってませんので、これをデータ連携していくということは予定しております。福島みずほさん。繰り返しになりますが、どういう自分の個人情報をどうコントロールするか、管理するかは、その人の権利です。でも国家資格をこれを取れば、この管理システムに入らないといけないわけでしょ。拒否できないですよね。資格を剥奪しないかどうかはしないかもしれませんが、この中に入るしかない、それは問題ではないかという問いに答えていただいてないと思います。平井国務大臣。それは私、問題と思っていないので答えようがないんですが、要するに国がその人の資格をちゃんと管理するということに関して責任を持つわけですから、国家資格ですから国がちゃんと責任を持つということに関して、どこに問題があるのか、ちょっと今一つ理解できないんですが、申し訳ありません。福島みずほさん。このデジタル庁関連法案が、管理、国家による監視っていう部分があり、それで自分はそれから嫌だ、あるいはいろいろ連携する、データが流出する可能性もある、それ嫌だっていう人たちに、問答無用で管理していくからこそ、これを問題にしています。しかも今の段階でもどんどん拡大し、今は戸籍住民票だけど、もっと拡大するかもしれない、そういう問題関心なく、この法案出すとしたら問題ですよ。